奏者よ。これがメルトリリスとの最後の問答になろう。メルトリリスの心をどうするか、それはそなたが決めるがよい。他に恥知らずというものだわ、メルト。せめて一度だけでもですって。ほんと馬鹿らしい。敗者には砂がお似合い。それでいいのよ。もう解放してあげる。いつでも外に出ればいいわ。急ぎなさい。この私を倒したのに時間切れで敗者になるなんて嫌でしょ。そうだな。奏者よ、急ぐぞ。そしてさらばだメルトリリス。貴様の愛の形はどうかと思うが、戦士としてのあり方は美しい。縁があればまたかかってくるがよい。結構よ、憎たらしい女。その無様な体でせいぜい必死にマスターを守ればいいわ。結末を知っても絶望にくじけないで。ってこのまま首相に消えるのも私らしくないわね。あと3分も持たない体だけど、3分あれば何でもできるわ。ゾッとするけど、あのオペレーターの女たちなら私を有効利用できるかしら。このまま消えるよりは、あの人たちの役に立って。
まさか。それこそあなたらしくありません。第一。そのような役割を許すはずがないでしょ。の疑似漁師が解かれて粒になっていく。この術式は解かすつもりが解かされた。これがあなたの受ける報いです。そういうことだったのね。そもそもあなたがあの過ちを。哀れなエゴ、救われなかった愛の形。それも美味しいわ。せめて私の手のひらの上で成仏なさいの。よくも私たちを利用して。